2021年、埼玉県熊谷市のアパートから一人の変わり果てた女性が発見されました。家族と音信不通であった女性と冤罪を主張しているにもかかわらず、まともな答弁をしなかった男の間で起きた謎多き事件について追っていきます。事件は2021年9月6日正午ごろ、埼玉県熊谷市三原市町のアパートの一室で布団に横たわって息絶えている女性が発見されたことで発覚しました。亡くなっていたのはこのアパートの住民で当時27歳の宮崎秀美さんでした。宮崎さんは3日前に電話をして以降連絡が途絶えてしまったことを不審に思った知人男性がこの日宮崎さんの部屋を訪れたことで明らかとなりました。この男性が宮崎さんの部屋の前に着き玄関の扉を開けようとしたところ鍵はかかっていなかったといいます。そして声をかけながら部屋の中に入ったところ肌が赤紫色に変色し冷たくなって布団に横たわる宮崎さんを発見して警察に通報したという経緯でありました。宮崎さんの首には圧迫されたような跡がありその後の司法解剖で首を絞められたことによる窒息で命を落としたことも判明しました。この司法解剖の結果などを受け警察は事件とみて捜査本部を設置し80人体制で犯人の特定と逮捕に向けて捜査を開始しました。宮崎さんを襲った人物とは何者で宮崎さんの身に一体何が起きていたのでしょうか。宮崎さんは1994年1月に埼玉県東松山市で生まれました。兄2人姉1人を持つ4人兄弟の末っ子で幼少期は両親を含め6人で生活をしていたといいます。しかしその家族6人での生活は長くは続きませんでした。ほどなくして両親は離婚し宮崎さんは父親に引き取られることとなったのです。ただ父親との生活も長期間続くことはありませんでした。宮崎さんは1歳年上の姉と共に熊谷市内の児童養護施設に入ることとなったのです。この施設で宮崎さんと姉は様々な事情から保護者と共に生活できない約70人の子供たちと共同生活を送り始めました。姉妹で口喧嘩をすることもあったようですが仲良く支え合いながら成長していったのです。そして友人と一緒にご飯に行ったりカラオケに行くなど年頃の女の子ならではの経験も人並みにしていたといいます。中学時代は卓球部で県大会に出場するほどの腕前で卒業後は県立高校に進学し流行りの音楽を聴くことを楽しみにするなど学生生活を謳歌していました。ただ宮崎さんは早くに自立したいとの思いを抱いていたようです。宮崎さんの生活していた児童養護施設は入所する子どもに対する対応が問題視されるような場所で元入所者が県に通告するほどでありました。親と離れる生活を強いられた上新たな生活拠点となった場所が過酷な環境であれば早くに自立心が芽生えてもおかしいことではありません。宮崎さんは施設の生活が嫌だと言って家出をした経験もあったそうです。就職先も学校を頼らず自分で探そうとしていたことからも自立心の強さがうかがえます。そして宮崎さんは18歳の頃からは弁当店でのアルバイトを始めていました。その頃には美容師という夢も掲げついには美容院を経営している人にお世話になると言って施設を出て自立を果たすこととなりました。自立後は一緒に頑張ってきた姉とは別々の生活を送ることとなり何か必要があれば連絡を取り合うような適度な距離感を保つ関係であったようです。しかし宮崎さんが21歳になった年に姉から電話連絡をすると宮崎さんの携帯電話が使用されていない状態になっていたといいます。突如前触れもなしに宮崎さんと連絡が取れなくなったのです。この連絡が取れない状況に姉は不安を覚えたそうです。なぜならば過去に宮崎さんが交際していた男性から暴力を振るわれたことが原因でトラブルに発展したことがあったためでありました。自立心が強くなかなか他人を頼らない性格であったということもあり宮崎さんが悩みを一人で抱え込んでいたり危険な目に遭っていなければいいなという思いであったそうです。こうして音信不通となってしまった事件の6年前から姉は毎日のように SNS で宮崎さんのアカウントを探していたといいます。しかし妹の顔が出ているものはなく SNS で探すということはできなかったことから警察に捜索願いと失踪届を提出したりしてできる限りの対応をしていたようです。ところが宮崎さんの安否所在は全くつかめないまま月日は無情にも経過をしていきました。姉は事件が発覚する1ヶ月前にも安否確認依頼を出していたそうです。そしてなんとその依頼を受理した警察は宮崎さんの所在を把握していると答えたそうです。
しかし姉からの伝言や連絡先を渡すといった対応はできないとされたため、ただ無事であることだけが分かった状態でした。所在が確認され姉がひとまず安心をしたのもつかの間、宮崎さんは再び姉と連絡を取ったり顔を合わせることがないまま、9月6日にアパートで変わり果てた姿となって発見されることとなってしまったのです。この悲劇の出来事は姉にも警察から連絡が入り、確認のためにと警察署に足を運びましたが、妹との6年ぶりの対面は悲しいものとなってしまいました。宮崎さんは発見された当時アパートで一人暮らしをしていたといいます。発見される3日前の9月3日の午前2時頃には、自宅近くのコンビニで宮崎さんが一人で買い物をする姿が店の防犯カメラに映っていました。その日の午後には知人男性と携帯電話で連絡を取っていたことが確認されましたが、これ以降宮崎さんの目撃情報などは途絶えていたのです。そして事件発覚3日前に宮崎さんと電話で連絡をしていた知人男性が宮崎さんと連絡が取れなくなったことを心配して6日の正午頃に部屋を訪れたことで事件が明らかとなりました。発見時の宮崎さんは息絶えてから3日ほどが経過していたとみられ、連絡の取れなかった空白の期間に事件に巻き込まれてしまったと推察されました。発見時、玄関やベランダを含む窓の鍵は開いていたそうです。室内にあった財布は手つかずで残されており、目立った物色の形跡はありませんでしたが、宮崎さんの携帯電話が見つからず、2個あるはずの鍵も1つしか見つかりませんでした。また布団に横たわっていた宮崎さん、着衣の乱れはなく、抵抗した後をはじめ目立った外傷も見当たりませんでした。ただ命を奪ったと考えられる首に圧迫されたような跡だけが残っていたのです。警察は顔見知りが事件に関与した疑いがあるとみて捜査を開始しています。ただ顔見知りによる犯行と警察は推測を立ててはいたものの、現場には犯人特定につながる手がかりというのが非常に少ない状況でありました。宮崎さんは2017年から2020年にかけて複数回警察に相談をした記録があったといいます。この相談内容については明らかにはされていませんが、警察はいずれも解決済みと見ていて、これ以降に目立ったトラブルはなかったそうです。トラブルも見当たらず、手がかりが少ない中、警察は防犯カメラや周辺の車のドライブレコーダーの映像を集め、不審人物などの洗い出しを行いました。そこで警察の目に留まったのは、事件が起きたとされる9月3日に宮崎さんのアパート近くに停まる怪しい1台の車でありました。この車はレンタカーで、警察はこの時のレンタカーの契約者を割り出しました。そしてこの割り出した人物が宮崎さんの命を奪ったと結論付け、10月21日に逮捕したのです。逮捕されたのは東京都東村山市に住む当時32歳の派遣社員、富田優という男でありました。富田は事件の起きる3ヶ月前の2021年6月に SNS を通じて宮崎さんと出会い、顔見知りの間柄となったといいます。ただ富田は宮崎さんを傷つけるようなことはしていないと容疑を否認したのです。逮捕時から一貫して容疑を否認することとなる富田ですが、警察による捜査と富田の供述から分かってきた事件の経緯は次のようなものでした。富田は1989年に東京都国分寺市で生まれ、幼少期もこの場所で過ごしていたといいます。小学校時代の富田は成績優秀で真面目な人物として知られていました。それでも周囲からはトミーというあだ名で呼ばれるような人柄で、小学生の頃からは剣道に打ち込む少年であったそうです。そんな富田に大きな変化が見られるようになったのは中学3年生の頃からでありました。バンドにのめり込むようになり、それまで剣道一筋であった富田は今度はドラムに熱中し始めたのです。そしてバンドを組み、地元の公民館でライブを行うほどの人気を得ていました。ただメジャーデビューを狙う富田も時を経て結婚し、家族を得たことで自分一人の都合で時間とお金を使うことはできなくなっていきました。そしてすぐにカッとなって切れやすい性格が災いとなり、妻に対する DV が原因で離婚することとなったのです。こうして再び独り身となった富田は SNS で気軽に遊べる相手を探し、手当たり次第にメッセージを送っていたといいます。そんな時に出会ったのが宮崎さんでありました。宮崎さんの趣味の一つが音楽で、特にロックを好んでいたといいます。そして富田はバンドにのめり込むような人物であり、この共通の趣味が2人の関係をつなぎ深めることとなってしまったのです。2021年6月に出会った2人は何度か連絡を取り合い、富田が宮崎さんの自宅に遊びに行って公園を散歩したり、一緒にお酒を飲んだりする関係となったそうです。そして迎えた9月3日、富
富田は自宅近くでレンタカーを借りて宮崎さんの住むアパートへと向かったそうです。この日は3回目の顔を合わせた日であったといいます。そしてこの日に宮崎さんの命を奪うという凶行を起こすに至るのです。その後は警察による必死の捜査が進められ、悲劇から1ヶ月以上が経った10月21日の朝6時ごろ、出勤途中の富田は身柄を拘束され逮捕されるに至りました。取り調べで富田は宮崎さんが命を落としていたことは今知ったなどと供述していたといいます。また9月3日に宮崎さんの部屋を出るとき、宮崎さんが見送ってくれたとも話しており、宮崎さんの悲劇に自分は関与しておらず逮捕されるまで知らなかったとしたのです。しかし宮崎さんのパジャマの襟から宮崎さんと富田の DNA が混ざったとみられるものが検出され、9月3日以降の富田の不審な行動からついに富田は起訴されました。ただ得られた物証や証言だけでは富田の殺意を明確にはできなかったことから、殺人罪ではなく傷害致死での起訴となりました。裁判で富田は宮崎さんの自宅を訪れたものの、部屋を出るときは宮崎さんはまだ生きていたと主張し、これは冤罪だと無罪を訴えました。富田の主張によると、9月3日にアパートに到着すると、富田は部屋でタバコを吸いながら宮崎さんと会話を楽しんだそうです。しかし突如宮崎さんがギャーなどと奇声を上げ始めたというのです。富田は突然の出来事に意味が分からず怖さを感じたといいます。また宮崎さんに声をかけても反応がなく、布団に顔を押し付けるようにして泣き始めてしまったといいます。そんな中、部屋のインターホンが鳴り、玄関前には訪問看護師が宮崎さんの様子を見にやってきていました。宮崎さんは精神的に不安定になる日があり、この日はそれをサポートする訪問看護の日であったそうです。玄関前からはインターホンに応答しない宮崎さんを心配した訪問看護師が、大丈夫、体調悪いんじゃないのなどと声をかけていました。しかし富田が宮崎さんに応対しないのか聞いても反応がなかったため、なぜか富田は無視することにしたというのです。この訪問看護師に助けを求めなかった理由について、富田は宮崎さんと親友ではないし気遣うような関係ではないからと述べています。そして訪問看護師が諦めて帰ったことを確認し、宮崎さんが回復する様子もないことから、富田は帰ることに決めたといいます。家を出るとき富田によると、宮崎さんは確かに生きていたそうです。ただこの富田の証言と訪問看護師の主張は食い違っていました。訪問看護師が宮崎さんの部屋に到着すると、部屋からは悲鳴のような声が聞こえたといいます。状態が良くないと考えた看護師はインターホンを鳴らして大丈夫と声をかけたそうです。またドアに耳を当てると、ドンドンという体をぶつけるような音と、おえおえという声が2回ほど聞こえたといいます。インターホンをさらに鳴らし続けると、今度はカチャッという金属音が聞こえて、ドアチェーンがかけられたと思ったそうです。ただ訪問看護師は過去にもドアを開けてもらえない経験があり、この日は訪問伝票をドアポストに入れて帰ったといいます。この訪問看護師が去った後には、富田は宮崎さんの部屋を出て行ったと証言をしていますが、富田は宮崎さんの家を出ると、もう今後は宮崎さんと関わるのはやめておこうと考え、連絡を取り合っていた LINE のアカウントを削除したといいます。そして自宅に帰り着くと、インターネットで熊谷ニュースと検索をかけていたことが後の警察の捜査から判明しました。そして後に宮崎さんの事件の続報が出るたびにニュースサイトにアクセスし続けていたことも明らかとなっています。この理由について富田によると、知人が亡くなったので事件の動向に興味があったと話がされています。しかしこの富田のインターネット検索は不可解と言えるものでした。まず富田が逮捕された後の警察からの取り調べで、富田は宮崎さんが命を落としていたことは今知ったなどと供述をしているため矛盾が生じます。さらに9月3日以降、富田は LINE の捜査機関への対応、殺人の契機、iPod Touch の位置情報の仕組みなどの文言を検索していました。特に富田は iPod Touch を所有しておらず、宮崎さんは iPod Touch を利用していたという証言が取れています。富田は所持していないものについて検索していたことについて、誰かの投稿で iPod Touch のことを読み、気になって検索したと答えています。また裁判では宮崎さんの事件についてインターネット検索をしていたことを富田は認めました。
さらに他にも裁判では9月3日に宮崎さんが回復する様子もないので富田はそのまま帰ったと述べましたが、取り調べ時の証言では9月3日に宮崎さんの家から帰るとき宮崎さんはリビングから見送ってくれたと証言をしており、宮崎さんが命を落としたと知らなかったと証言をした矛盾の他にもこの点で矛盾が生じたのです。取り調べの時と裁判での証言の食い違いの理由について弁護人から問われた富田は、いきなり容疑者として扱われたことにショックで頭が真っ白になった、何を言っても無駄なんだろうとやけになってしまいましたと答えています。ただ富田の態度は検察官に対してだけは違いました。いくら検察官が問いかけても無反応無言を押し通したのです。さらには黙秘します、検察官の質問に答える気はありません、理由もありませんと挑発的な反応を示していたのです。ただ富田が答えなくても検察側としては宮崎さんが着ていたパジャマの襟部分から宮崎さんと富田の混合した DNA が検出されたという事実から富田が首に手をかけて命を奪ったと主張しています。また事件後に富田が不可解なインターネット検索やアカウント削除などをしていて、この行動は犯人しか取らないであろう行動だと指摘したのです。犯行対応は危険で悪質であり終始不合理な供述をしていて反省の態度もないことから懲役10年を求刑しました。一方の弁護側は、宮崎さんのパジャマの襟からは富田以外の第三者の DNA も検出されていることや、富田の DNA が付着したのも首に手をかけた時とは言い切れないと反論しました。宮崎さんとたった3回しか会っていない富田を犯人とする証拠動機はなく、他に犯人がいる可能性があることから無罪を主張しました。最終陳述で富田は検察官の質問に無言を貫いた理由について、あらぬ疑いをかけた人からさらに疑いをかけられるのが我慢できなかったと述べました。そして最後には、立派なものではなかったが当たり前に自由だった私の人生を取り戻したいと述べています。双方の主張を受け、2023年3月10日に富田に言い渡されたのは懲役9年の実刑判決でありました。富田が事件後に LINE のアカウントを削除したり、これまで調べたことのない事柄を突然検索し始めたことは犯人と推認されるとしたのです。そこに宮崎さんのパジャマの襟から富田の DNA が検出されたことは犯人であることを支える事実であるとされました。冤罪を主張し続けた富田の訴えを退けた判決となったのです。ただ遺族側にとっては傷害致死ではなく殺人罪で裁いてほしいという願いは叶わなかった、残念な判決となってしまいました。取り調べと裁判で異なる供述をし、検察の質問には黙秘し続けた男がほぼ求刑通りの判決を言い渡されたこの事件、あなたは有罪となった富田の犯行動機は一体何であったと想像したでしょうか。最後まで明らかとならなかった犯行動機は、突如宮崎さんを奪われた遺族側からすれば全く納得いくものではなかったと言えるでしょう。また取り調べ時と裁判時では全く異なった証言をした富田の量刑は果たして適切なものであったと思えたでしょうか。もちろん裁判において罪なき人が裁かれることだけは絶対に防がなければなりません。しかし容疑者が事実とは異なる供述や黙秘をすれば、真相究明から遠のくだけでなく反省の態度が見られないと判断されるのは当然のことであります。懸命に生きてきたはずの宮崎さんの命を奪うことは許されない行為であり、しっかり裁きを受けることは当然ながら、いつかは経緯や動機が明らかとなることを望まずにはいられない事件となっています。宮崎秀美さんのご冥福をお祈りいたします。